Hey, what's going on, everyone? June here with Hapa Eikaiwa. 今日の動画では関係副詞の where が日常会話でどのように使われるのかについて簡単に説明してみたいと思います。例えば、This is the place where I live. ここは私が住んでいる場所ですのように、where と聞くと真っ先に場所をイメージするかと思いますが、実を言うとネイティブの日常会話では where は場所に限らず他の状況で使われることが多いんです。ということで今日の動画ではその where の使い方について皆さんに説明をしていきたいと思います。 Alright, are you guys ready? Let's do this! じゃあまずは簡単に場所を表すときに使われる where からスタートをしましょう。例えばここは私が生まれ育った町ですと英語で言いたい場合は This is the cityWhere I grew up. This is the city where I grew up. のように表現をします。This is the city. この町は Where? どこなのか I grew up. 私が生まれ育った。要するに、ここは私が生まれ育った町です。を意味します。Where を入れることによって、ここは場所を表します。ここでは Where の代わりに In which を使って This is the cityIn which I grew up のように表現をすることもできるのですが In which は実はかなりフォーマルな響きがあり日常会話ではあまり聞かない表現の一つです。なので特に場所を表現するときは In which を使わずに Where を使って This is the city where I grew up と言った方が自然です。おじいちゃんの生まれた町に行ってみたいと英語で言う場合は I want to visit the city where my grandpa was bornI want to visit the city where my grandpa was born. ここも同じですね。I want to visit the city. 町に訪れたい、町に行きたい。Where? どこの町に行きたいのか ?Where my grandpa was born. 私のおじいちゃんが生まれた町に行きたい。ここも where でつなげて表現をしています。じゃあ次は場所以外を表す where の使い方について説明をします。Where は場所以外にも状況を表すとき、ある事情について説明をするとき、もしくは背景を表すときに Where が使われます。例えば、仲のいい友達が東南アジアの一人旅から帰ってきたとしましょう。その友達に Hey! How was your trip? Did you have fun? 旅どうだった?楽しかった?と聞いたときに、その友達が I had a blast! It was a trip where I learned a lot about myself.のように返答したとしましょう。I had a blast. It was a trip where I learned a lot about myself. I had a blast はものすごく楽しかった。It was a trip where I learned a lot about myself. 自分自身のことについてたくさんの学びがあった旅でしたを意味する表現になります。ここでの where は場所について表現をしているのではなく、ここは自分の旅で何を学んだのか、この状況、この背景についてつなげているのが where の役割になります。It was a trip. こういう旅行でした。どういう旅行だったのか。Where I learned a lot about myself. 自分自身のことについて学びが多かった旅でした。ということで、ここでは where を使って表現します。ここでは where の代わりに in which を使って I had a blast. It was a trip in which I learned a lot about myself. のように表現をすることもできます。もし文章を書くとき、フォーマルな文章を書くときは in which を使った方が正しいのですが、実は日常会話ではネイティブが普通に会話で喋っているときはIn which っていうのはあまり使わない表現なのでここでは In which の代わりに Where を使う方が自然です。最初の方にも言いましたが In which はフォーマルで多少硬い響きがあるので日常会話ではこの Where の方がフレンドリーでインフォーマルな意味合いがあります。なのでここでは It was a trip where I learned a lot about myself のように表現をした方が自然です。じゃあ例えば昨日の夜自分自身がペラペラに英語を喋っている夢を見たとしましょう。それをネイティブの友達に伝えたい場合は I had a dream last night where I was speaking English fluently. I had a dream last night where I was speaking English fluently のように表します。 I had a dream last night. 私は昨日の夜夢を見ました。どんな夢を見たのか
ここは where でつなげて where I was speaking English fluently 英語をペラペラに喋っている夢を見ましたのようにここでは where を使って2つのセンテンスをつなげます。ここもそうですよね。ある状況や背景を表す役割として使われています。ここも前のセンテンスと同じように where の代わりに in which を使って I had a dream last night in which I was speaking English fluently ということもできます。しかしここで in which を使うとやはりフォーマルで硬いフィーリングになりますので、ここでは特に日常会話では in which を使わずに where を使って I had a dream last night where I was speaking English fluently のように表現をしてください。こうすることによって自分自身の英語 will sound very fluent。 それではここから where を使った例文をいくつか言います。まずは日本語の文章を言いますので、英語の文章が流れる前に、まずは自分自身で一瞬、この日本語の文章は英語でどういうふうに言うのか考えてみてください。Are you ready? Here we go. これは直感で行くしかない状況です。This is a situation where you have to go with your gut. いくら勉強しても英語は上達しないと感じたことない?Have you ever been in a situation where you feel like your English is not improving no matter how much you study? 私は一時期抹茶にものすごくハマっていた時期がありました。 I went through a phase where I was obsessed with matcha. Awesome job today, guys! Where は場所以外にも状況を表すときに使われ、特にネイティブの日常会話ではある状況や事情、背景について表すときにこの where という単語が本当によく使われるんです。なので今後 where イコール場所ではなく where はある状況について説明をしているというふうに覚えるようにしてください。また今日の例文の3つ目で私は I went through a phase where I was obsessed with matcha と言いましたが、実は when の代わりに where を使うこともよくあるんです。なのでこの where というね単語は汎用性が高いというかものすごく便利な単語なので、 where イコール場所というこのルールで覚えるのではなく、まあある状況を説明しているというふうに覚えれば問題なく相手が言っていることを理解できるようになるかと思います。そして最後に where は in which の代わりに日常会話で使われます。実を言うと日常会話では in which もしくは which っていう言葉はあまり使われず、どちらかというとかなりフォーマルな響きがあります。 which もしくは in which は文章を書くとき、もしくはフォーマルなスピーチ、もしくはフォーマルな文章を書くときは which in which を使っても全然問題ないのですが、友達と会話をしているとき、日常会話をしているとき、もしくはもうビジネスの場でも where の方が自然な響きになりますので、私の個人的なアドバイスとしては in which の代わりに where を使うようにしてください。 So, your homework for today is to make a sentence using where. 今日皆さんの宿題は where を使って自分でセンテンスを書いてみてください。できるだけ場所以外の意味として使われる where のセンテンスを書いて、ぜひ下のコメント欄にシェアしてください。Thank you guys for watching. I'll catch you guys again next time. Take it easy. Peace.